チャレンジクラスおよびサテライトクラスにエントリーのライダーの皆様、ただいまよりプレパレーションを行います。1コーナー手前ウェイティングエリアにお集まりください。チャレンジクラスおよび サテライトクラスにエントリーのライダーの皆様、1コーナー手前にお集まりください。ただいまよりプレパレーションを行います。さあ今コースに入りまして、ダミーグリッドにロックオンしているライダーたちはエンジョイクラスに出走するライダーの皆様です。さあそれではグリッド説明、グリッド紹介いたしましょう。2017シライト TT93 ライディングスポーツカップ第1戦エンジョイクラス決勝グリッドです。まずはゼッケン1番杉本よしき、つなぎはジベットで、マシンは XR100 モタード。2番グリッドからは2番が出ておりませんね。こちら関口選手はちょっと今回 DNS となります。3番グリッドからはゼッケン3番、金本慎一選手、町田スピードスターズ。4番グリッドからはゼッケン16番川内宏選手、伊藤園レーシング。そして5番グリッドからはゼッケン88番井出祐希選手、ゼロ式。マシンはシガス X となります。さあ以上4名のライダーが出走いたしますエンジョイクラス、周回数は9周で行われます。今コントロールライン上ではグリーンフラッグが振られまして、各ライダーダミーグリッドから1周のウォーミングアップラップに入ります。繰り返しお呼び出しいたします。続いて行われます決勝レースはチャレンジクラスおよびサテライトクラス、チャレンジクラスおよびサテライトクラス決勝レースです。チャレンジクラスおよびサテライトクラスにエントリーのライダーの皆様、ただいまよりプレパレーションを行います。1コーナー一周のウォーミングアップラップを終えまして、各ライダーがグリッドに戻ってまいりました。まずはポールシッターゼッケン1の杉本がグリッドにロックオン。さあローポイントコーナーにはちょっとまた濃い霧がですね立ち込めてまいりました。しかしながら第3コーナーローポイントコーナーともにですね視界が効いておりますので、このままレースは続行されます。全車ロックオンが確認されました。コントロールライン上からレッドフラッグが退去、まもなくスタート。エンジョイクラス、各マシンのエンジンの方向が高鳴る。さあシグナルレッドから今ブラックアウト、各ライダー一斉にスタート。さあでいいスタートを切ったの、後方から88番のマシンがいいスタートだ。さあしかしながらホールショットはこちら、16番でしょうか、16番川内の模様です。伊藤エレンシング、しかしながら第2コーナーでシグナスが前に出る。こちらシグナスはゼッケン88番の井出だと思われます。チームゼロ式トップに立ちます。さあここでオーダーご紹介いたしましょう。88、16、1、3といったオーダー、各ライダーバックスレッドに入っていきました。さてそしてまた深い霧が立ち込めてまいりました。ここシライトスピードランド、 Z コーナーからソックスカーブつないでまいります。シグナス X のマシン88番、井出がですね現在のところレースをリード。ライディングスポーツ看板前を抜けましてダンロフチェーンに飛び込んでいく。後方から伊藤園レーシングの川内が前を走ります。井出に対して襲いかかろうというところ、ローポイントコーナーを抜けて最終コーナーへ。さあテールトゥーノーズの状態で、おっとイン側から伊藤園レーシング、川内が前に出ようとインを奪おうとしますが、アウトから井出がかぶせてまいりました。ここでの順位の変動はありません。さあそして3番手には杉本、4番手亀本が今コントロールラインを通過。激しいバトルが繰り広げられております。トップ争いゼッケン88番の井出と16番川内の2名、その後方からはボールポジションからスタート、ゼッケン1番の杉本がですね前の2名を追い上げようと必死の追走です。繰り返しご案内いたします。続いて行われます決勝レースはチャレンジクラスおよびサテライトクラス、チャレンジクラスおよびサテライトクラス決勝レースです。チャレンジクラスおよびサテライトクラスにエントリーのライダーの皆様、1コーナー手前ウェイティングエリアにお集まりください。さあ最終コーナーに立ち上がってまいります。トップ争い2台のマシン、イン側からはゼッケン16の井出、さあそしてアウトから川内、あっとこの周回は井出が前に出た。井出がインを奪いましてトップに立ちます。井出川内のオーダー変わる。そしてさらにその後方からはゼッケン1番の杉本が追い上げてきました。3台のマシンの間隔はほぼ等間隔、この状態でレースが展開されようとしております。上り坂から下り坂に変わるこのセクシーコーナー、非常に難しいコーナーでありますが、そこをクリアいたしましてバックストレートへ。トップに立ちましたゼッケン16番の川内、じわりじわりと後方井出以降を引き離しにかかっている模様です。さあ Z コーナーからソックスカーブ、
ここもですね、バンクが、カントがですね、コーナーのカントが非常にですね、薄いと思いますが、緩やかなところです。そこでスリップダウンするライダーも多くいます。最終コーナーを立ち上がってまいりました。ゼッケン16番の川内博士。今コントロールラインを通過。周回数は3周を終えまして、残り周回は6周。2番手88番、トップでですね、オープニングラップを制しました。井出ですが、現在のところ2番手に沈んでおります。そして後方からはゼッケン1番の杉本が追い上げてくる。第3コーナーテールツーズノーズの状態まで持ち込みました。そしてその後方、今ソックスカーブを立ち上がっていくのはゼッケン3番の亀本です。亀本慎一、町田スピードスターズ。さあ、まだまだ頑張って前を走るライダーを必死に追走しようというところ、ローポイントコーナーから最終コーナーを立ち上がってまいります。非常に深い蹴りがローポイントコーナーの方向から上がってまいりました。ここ白糸スピードランド、ローポイントコーナーをトップのゼッケン16番川内が立ち上がってまいります。川内、間が空きまして井出、そして杉本のオーダーで各ライダー周回を消化してまいります。トップ川内、周回数4周を終えまして、残り周回は5周。まもなくターニングポイント、折り返し点を越えようというところで、トップ川内の目の前にはですね、周回遅れ、バックマガーになりそうなゼッケン様の、ゼッケン3番亀本がですね、姿が出てきている、見えてきているはずです。さあ2番手争い、ゼッケン88番の井出を先頭に、その後方杉本が続きます。 Z コーナーからソックスカーブへ。さあ、そしてやはりですね、ここダンロップ試験で亀本が川内に捕まりまして、バックマーカーとなりました。最終コーナーを立ち上がってまいります。16番の川内、今コントロールラインを通過。周回数5周終えまして、残り周回は4周です。2番手争いは相変わらずテールツーノーズの激戦。ゼッケン88番の井出を先頭に、その後方杉本が続きます。さあ、現在周回数5周を終えたというところですが、この周回ですね、川内博士が、51秒548のファーストスラップを刻んでおりますね。さあ、トップを走ります川内、ファーストスラップを刻みました。あっと、バックストレートで今2番手争いの2台のマシンがバックマーカーとなりました。ゼッケン3番亀本をですね、かわしまして、周回を重ねる形となります。さて、ローポイントコーナーがだいぶ深い霧の中にですね、隠されてきております。トップ走る16番、川内が今コントロールラインを通過。周回数6周を終えまして、残り周回は3周。いよいよ終盤戦に入ってまいりました。さあ、そして先ほどから続いているバトルの2番手争い、ゼッケン88番の井出を先頭。さあ、さらにここで杉本が立ち上がり、前に出るか。杉本は2番手に浮上です。ゼッケン1番杉本よしき、つなぎはジュベットで。しかしながら第3コーナー、ここでまたもやですね、井出が前に出ました。井出、再び2番手に返り咲きます。さあ、激しいバトルが繰り広げられている2番手争い、どちらも表彰台に上れるというのは確定なはずですが、さあ、より高いところを目指して各ライダー必死に周回を重ねます。ライディングスポーツ看板前を抜けまして、ダンロップ試験に向かうシグナス X、 ゼッケン88番の井出、続いてゼッケン1番XR100 モーターの杉本です。そしてトップはします16番川内、今コントロールラインを通過して周回数7周を終えて、残り周回は2周。いよいよ終盤戦も大詰めとなりました。エンジョイクラス決勝、残り周回は2周です。相変わらずバトルを繰り広げております2番手争い、ゼッケン88番の井出、そして1番の杉本の2名の争い、4名の争い、今第3コーナーを立ち上がりまして、セクシーコーナーに向かう。現時点ではゼッケン88、井出が前、続いて杉本といった形。さあ、1位はですね、杉本、2番手に上がりましたが、その同一周回、あっという間にですね、現在2番手を走っております井出にかわされまして、3番手に沈んでおります。さあ、ソックスカーブで今杉本がちょっとラインを変えるような仕草を見せましたが、このコーナーでの順位の変動はありません。一方、ゼッケン16番、川内が今コントロールラインを通過。周回数8周を終えて、いよいよファイナルラップへ突入。2番手争いの2台のマシンが今最終コーナーを立ち上がりまして、コントロールラインを通過。この時点でまだゼッケン88、井出が前です。続いて杉本、
トップを走ります16番の川内は今バックストレートを駆け抜けて Z コーナーへ。注目の2番手争い、現在のところまだ88番井手が前です。そしてコントロールライン上にはチェッカーフラッグが用意されました。あっとこれは最終コーナーでチェッカーフラッグになるか。いや、ゼッケン3番はチェッカー受けてませんね。ゼッケン3番はチェッカー受けません。そして2番手争い、ゼッケン88、飯出がそのポジションを守りきりまして表彰台2番手となります。3番手には惜しくも及ばず、ゼッケン1番杉本。現在走行を行っていますゼッケン3番亀本、あと1周残っております。最終コーナーでバックマーカーとなりませんでしたので、もう1周という形で周回を回らなければいけません。さあ、そしてローポイントコーナーから最終コーナーに入りまして、ゼッケン3番亀本慎一、今チェッカーを受けます。そして後方第3コーナーのショートカットからはグリーンのマシン伊藤園レーシング、川内博士が今日勝共を持ちましてのウィニングラン、大きな拍手に迎えられてのウィニングランです。